広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。ハムヨシくんのナップルです。ライスメカーです。本日は9月2日発売の強化拡張パック白熱のアルカナの新カードを紹介していきます。イエーイ。本日はポケモンとサポートに加えて、なんとキャラクターレアも紹介していきます。うん、白熱のアルカナにはキャラクターレアやキャラクタースーパーレアのカードも収録されるんだよね。そうなんですよ。ではまずはポケモンから紹介していきます。こちらです。ヒンバス。うわ、寝てます。ヒンバス、すやすやと寝ております。うん、かわいいですね。かわいいですね。ヒンバスは水タイプの種ポケモンで HP が30です。覚醒を持ってるのが強いですね。はい、覚醒は無色1個で使えて、このポケモンから進化するカードを自分の山札から1枚選んで、このポケモンに乗せて進化させることができます。うん、高校最初の番から技を使って進化するってこともできますね。うん、手札にミロカルスを準備しなくていいのが嬉しいですね。うん、今まで登場していた特性雫の守りを持つミロカルスに技で進化させることで、いち早く特性を働かせることができます。もちろん白熱のアルカナにもこの新たなヒンバスとともにミロカロスが登場するので紹介します。こちらです。ミロカロス。ミロカロスの鱗に当たった光が乱反射して、いろんな色を映し出しててめちゃくちゃ綺麗ですね。うん、イラストの左の方には日の光が差してて、うん、右側は影になってるので、この差がなんとも美しさを出してますよね。うん、ミロカロスは水タイプの一進化ポケモンで HP が130です。1つ目の技が水1個のウォーターアロー、相手のポケモン1匹に50ダメージです。2つ目の技が水無色メローウェーブ60ダメージで、相手のバトルポケモンを眠りにします。ウォーターアローは相手の場のポケモン1匹を狙って攻撃できるので便利です。うん、シンプルにバトル場のポケモンにダメージを与えてもいいですし、ベンチにいる残り HP が少ないポケモンを倒してしまうというのも強力ですね。そしてメローウェーブは相手のポケモンを眠りにできるのがポイントです。眠りになると技が使えず逃げられなくなります。相手の動きを止めることができるので、その間に自分の場を整えていけそうですし、逆転のチャンスを作れる技になってますね。続いては新登場のサポートを紹介します。こちらです。ミクリ。うん、まあ、方園地方のね、うん、人気なポケモントレーナーがサポートで登場しましたね。うん、この背景はミクリとも縁のあるルネシティっぽい感じがしますね。うん、効果は自分の山札を3枚引きます。相手は望むなら山札を1枚引きます。その場合自分はさらに山札を1枚引きます。はい、効果がシンプルで使いやすいですね。うん、相手も山札を1枚引くことを選べますが、その場合は自分は合計で4枚も引くことができます。うん、単純に手札を増やしていけるので、特にシールド戦では活躍しそうですよね。レアリティもコモンなので、たくさんパックから出てきそうで嬉しいですね。うん、では続いてはキャラクターレオを、ね、紹介していきたいと思います。こちらです。ミロカロス。うおー、綺麗だね。ミロカロスとミクリが描かれておりますよ。はい、このアングルといい、もう水の感じといい、もうめちゃくちゃ美しい一枚ですね。うん、ワンダフルでエレガントでグロリアスなパフォーマンスって感じのカードですね。そう思います。キャラクターレアということで、ポケモンとトレーナーの絆が描かれていて、もう欲しくなっちゃう一枚ですね。うん、ということで本日の動画は以上です。今後もポケカチャンネルでは強化拡張パック白熱のアルカナの最新情報を公開していきますので、ぜひチェックしてください。高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回。バイバイ。バイバイ。